彼があなたをずっと愛し続けると決断するのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが出ています。合わせてご登録ください。男性が目の前にいる女性とこの先もずっと一緒にいたい、自分の愛情を彼女にだけ注ぎ続けていきたい、そう思う瞬間、そしてその理由にはいくつかの特徴がある。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼がねあなたに対してどんな思いを抱くかに関係なく、彼の思いに一喜一憂しないあなたの心をどう作っていくか、どのように自分の心を整えていくか、自分軸をねどう作るかという話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介をさせていただいています。こちらに画像が出ています。日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらから日程場所をご確認いただいて、ご都合よければぜひこちらにもね遊びに来ていただくとして、今日ここでご紹介させてあげるのは、男性がね目の前にいる女性と、もう他の女性はもう見ない、もう彼女だけ、もうここだけずっと愛し続けていきたいぞと思うとき、それにはどんな理由があるのか、そしてそのときどんな思いであなたにそれを伝えようとするのか、今日はそんなお話、代表的なものでご紹介していこうと思います。もちろんここでご紹介させてあげるお話、すべてのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が目の前の女性、あなたとねずっと愛し合いたい、愛し続けていきたい、そう決断する理由、その瞬間についてお話していきたいと思います。代表的なもの7つです。1つ目はこちらです。はい、重大な責任をね負ってしまった時ですよね。まあ、この場合の重大な責任ってね、いろいろあると思います。社会的な責任としてね、例えば、あなたのお腹にね、彼の子供を宿してしまった場合であるとかね、もしくは何かこうあなたをねすごく傷つけるようなことをしてしまって、一生かかってねそれを償っていかなければいけない場合とか、細かいことから大きなものまでいろんなものがあると思うんですが、その中でもねやっぱり世の中的にどうかっていうこともあるんでしょうけど、彼とあなたにとってすごくこれはもう逃げられないよね、これは逃げたら人として問題あるよねというような、状態に追い込まれれば、それはもうね腹くくるしかないですよね。人は誰であれ少なからずねやっぱりこう責任から逃れたいという気持ちがあったりする。しかしその責任はねもう完全に逃れられませんよ。もう完全にあなたはここに閉じ込められました、はいどうしますかと言われたら、もう選択肢は一つしかないんでね、はい愛します、はいあなたしかいませんということに、ならざるを得ないこともある。それが果たしていいか悪いかっていうとね、それはまたいろいろ議論があるとは思いますけど、ただねもうこの人しかいないよね、もう彼女だけを愛そうっていうふうに気持ちをね切り替える、そのスイッチを入れるためのきっかけ、その要素、その理由として、やっぱりそういう重大なね責任を、逃れられないような責任に直面してしまった場合には、もう立ち向かうしかないので、立ち向かう、この場合はねあなたを愛してあなたと一生添い遂げるというね、そういう思いに変わっていくと、そういうお話でした。そして2番目こちらです。はい、同調圧力なんですよね。特に周囲、自分の身の回りにいる人からのこう同調圧力をかけられたりすると、そこから逃れることができないと。特に男の人はね群れが好きというお話はいつも差し上げています。群れというのはやっぱりこう自分以外の誰か、そしてその群れの中に存在する自分の立ち位置、これがねすごく重要なんです。その立ち位置を崩したくない、そして群れのメンバーとの関係をおかしくしたくないんです。だから空気をね読みたいんですよね。空気を読まないと生きていけない生き物ですからね。だからどうなるかっていうと、周りの人からね、いやお前はさなんとかさんと結婚するんだろうとかね、よしうちの娘を頼むぞとかね、そういう空気感が、出来上がっちゃったりするじゃないですか。そうなってくると彼は、はいということで、そうだよね、じゃあ彼女を僕大事にします、はいということで、なんとなくねその空気に負けて、そうなってしまうと、特にこれね、男性あるあるなんですけど、男の人は大体プロポーズする
というね、まあ、きっかけ、まあ、プロポーズじゃないにしてもさ、やっぱり女性に対して何かその思いを告げる時の理由って大概ね、まあ、そういう、まあ、同調圧力に負けるというか、まあ、空気に流されて、まあ、もうちょっと悪い言い方をするとね、ノリっていうねところで、もうじゃあ行っちゃうか今日みたいなことであなたに対して、もう俺は君とずっと一緒にいたいと思ってるんだみたいなことを、まあ、言ってみたりする。その背後には今申し上げたようにね、やっぱり周りの人ですよね、いやお前は必ず今日プロポーズしなきゃダメだよとかね、いやもう告白しちゃった方がいいんじゃないかとかね、もうなんだほらほら君はもうじゃあうちに住みたまえ、うちの娘とほらちゃんとうち用意してあげるから来たまえとかね、お父さんに言われちゃったりすると、あはいということになってしまうので、まあ、その流れの中であなたに対するそういう気持ちがね、切り替わっていく。だからこれ逆に言うとね、まあ、あなたの方がそういう同調圧力が作れるような環境をセッティングしてしまって、周囲を巻き込んでしまうとね、そして彼に逃げ道を立たせてしまうと、もう彼はあなたのそばから離れられなくなるっていうね、まあ、そういう使い方もできるという、まあ、そんなお話でした。さあそして3番目こちらですね。はい、利害が確認できた時ですよね。まあ、お互いの利害が一致しますよということを、しっかりとお互いが、ね、認識することができた、まあ、あなたと一緒にいること、あなたとお付き合いをしていくこと、あなたと愛し続けることにとって、まあ、実利がちゃんとね彼にとってあるかないかですよね。まあ、言ってみればさ、好き嫌いだけじゃないじゃないですか。一緒にね今後生きていこうっていうのは、まあ、結婚するにしてもしないにしても同じ時間を過ごしていくわけだから、その時間の中で付加価値が生まれないような関係であればやっぱりちょっと難しいなっていうふうに思ってしまいますよね。それはあなたもそうだと思います。だから自分はちゃんと彼女の役に立てて、彼女もちゃんとね、自分に何かしら利益をもたらしてくれる。それは何か、例えばそうね、一緒に住むから、まあ、住む家が、まあ、家賃がね半分になるっていうところなのかもしれないし、まあ、お互い持っている人脈なんかを使い合いながら、ビジネスをね大きく成功していくことができるっていうことなのかもしれないし、まあ、何かね、まあ、趣味が一致していて、その趣味の部分でお互い切磋琢磨しながら2人が向上していくことができることなのかもわからんし、それはいろいろあると思います。そのお互いの利害が、あ、一致するよね、あ、僕は彼女の力になれるし、彼女も僕の力になってくれそうだねってことが分かると、あ、じゃあ彼女と一緒にいた方が得だよねというような、まあ、判断になる。まあ、これは女性もね男性に対してそう思うことあると思うんです。好き嫌いということだけじゃなくてね、利害という点で考えた時に、あ、やっぱりあの人と一緒にいた方が自分にとって利益になることが多いし、自分の存在って彼にとって利益になることがあるよねってことは納得できるから、あ、じゃあ彼と一緒にいようというふうに思うことあると思うんです。まあ、それと同じように、まあ、男性はそういう人と会えたりとか、まあ、そういうことを確認できた時に、あ、じゃあこの人で行きましょうかというふうに、まあ、決断することがある。まあ、そういう意味ではね、こういうお話も先日させていただいたと思います。やっぱりこう一緒にいればいるほどね、好きになるお相手ってさ、やっぱり利害が一致するというかね、まあ、お互いが、お互いの助けになることができるという関係性、こういう動画をご紹介させていただいています。こちらにリンクも出ているので、関連する動画他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいて、合わせてね、まあ、ご覧になっていただければいいんだが、まあ、お互いの利害がだから早いうちにこう一致できるよねってことが分かり合えちゃうと、その後ね関係がキュッと縮まっていくこともあるということなので、まあ、そんなことも考えてみていただくといいのではないでしょうか。そして4番目こちらです。はい、そうするように促されるというやつですよね。促される、先ほど申し上げました、男性は、群れが好きなんです。そして同時にね、やっぱりこう習慣が好きなんです。ということはつまりどういうことかというと、自分で決めて自分で何か行動していくことがあまり得意ではない。みんなはみんなそうじゃないですよ。あまり得意でない方が多い。だからなんとなく今のまんま、今のあなたとの関係を維持していくことに対して不満がないならそれでいいんですよね。もっと関係深めていこうよ。私しかいないっていう状態にしようよっていうふうに、まあ、あなたが思うのであるならば、じゃあそうしなさいよということを彼に促してあげると、彼は何て言うかというと、はい、いつもの通りですね。あ、はいって言うんです。あなたは何、もう私のことしか愛せないよね。あ、はい。じゃあ私とずっと一緒にいるよね。あ、はい、みたいなね。まあ、そういうことで、あなたの方が、いや、それ以外の選択肢はあなたにはないからね。まあ、それ以外、私は、あなたは私の以外の女に目を向けることはもう絶対ないよね。あ、はい、ということに、まあ、なってしまうんで、あなたの方からそれね、促してあげる。いや、そういう時はさ、やっぱり男の方が引っ張っていくべきじゃなかろうかっていうね、まあ、ご意見もおっしゃる通り、その通りではあるんだが、でもそれを期待しているとね、彼は現状からなかなかね、先に進もうとしないし、まあ、どっかでね、また他の人が、まあ、現れたりとか、なんか別のきっかけがあると、
まあ、糸が切れたタコみたいにねとか飛んでちゃったりするんで、まあ、そうなるより前にあなたの方からそれを決めるように促してしまうと、まあ、そうすると彼ははいということで決めるようになるというそういうお話です。さあそして、5番目こちらですね。はい、現状からね逃れたい人ですよね。これはねあまりポジティブな話じゃないですね。これ男性も女性もそうです。女性もね、今のこの独り身が嫌だから誰かと一緒にいたいとか、なんかね婚活から逃げ出したいからこの人と一緒にとりあえず結婚したいみたいなね、方向で割と思考の方向性としてはネガティブなんだけど、まあ、そういう勢いでねお相手を決めることってあると思うんです。それは男性もねある意味同じで、まあなんか今ねうまくいってないことがあって、そして、まあ、うまくいってないからじゃあどうしようか、彼女と今付き合ってるしとりあえず生活を変えてみると現状変わるんちゃうかなとかね、結婚してしまうとなんか自分の意識が変わるんちゃうかなとかね、まあ、もしくはね、まあ、不倫関係にある方なんかだと奥さんとの関係がねあまりにもうまくいっていなくて、で彼女がね不倫相手の彼女が好きかどうかってあんまり好きじゃないんだけど、ここが嫌だからとりあえずね、今の夫婦生活が嫌だからそこから逃れるためにじゃあちょっと彼女と一緒になろうかってこっちを離婚してこっちと結婚するみたいなケースもあったりする。ただこのいずれの場合もねどちらかというと先ほど申し上げたようにネガティブな思考によって、まあ、そのお相手を選ぶということになっていくし、まあ、決断をしているということなので、まあ、結果的にまたね生きてるネガティブなことっていっぱいあるわけで、そのネガティブなことが起こった時にそこからねまた逃げるように他の方向に行ってしまうことになるんでね、だからあなたがね、もし今の環境を変えるためにこの人だと思って、まあ、その人に行ったりするでしょ。そうするとその環境が良くなかった時にその人と別れちゃったりするんでね、同じ話の繰り返しになっちゃうんですよね。だから男性が、今の環境を変えるためにあなたと一緒になりますと言ってなったところで結果的にまた苦しくなったら逃げちゃったりするんでね、だからそういう人はあなたのところに来てもあんまりよろしくないんじゃないですかという意味で、まあね、まあそういう時にあなたに対してスイッチが入ってグイグイ来たとしてもあんまり乗り気にならない方がいいんじゃないかなというお話、まあ、特に不倫絡みでねそういう形であなたのところに来る男の人って大概ろくでもなかったりするんだねという、まあ、不倫の話はねこちらで前にもご紹介差し上げてるんでこちらご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるんでね、まあ、この辺り見ていただきながら、まあ積極的な話というかどちらかというとマイナスな話ではあるんだが、まあ、そういうことで、あなたのことを好き愛していこうと決める男の人もいなかないし、まあ、そう考える女の人もいなかないというお話でした。さあそして、6番目こちらです。はい、これはポジティブでもあるしある意味ネガティブでもあるという意味で、見通しがね、立った時に未来のねあなたに対して愛し続けていこうという決断をできると。まあ、なかなかねやっぱり今こういう時代だったりもするから自分が将来どうなるかっていうのはやっぱりよく分かんないと、まあ、自分自身の仕事の問題もそうだし、まあ、経済状態もそうだし、まあ、人によっては健康の、ね、問題もあるかもしれないし、まあ、すでにね、まあ、ご結婚して子供がいらっしゃって、まあ、バツイチバツニの方なんかだと、まあ、そういういろんな事情もある、まあ、実家の両親がね、まあ、介護の問題もあったりとか、まあ、親族の問題とかいろいろあったりする中で先の見通しが全くつかないぞと。いや彼女はね僕のこと好きだって言ってくれてると、まあ僕も彼女のこと好きなんよと、ただじゃあ一生彼女を愛し続けるということを自分が決断してねそれを彼女に伝えられるかとか、まあ、伝えないまでもそういう決意が自分でできるかというとちょっと残念ながら未来のことが不透明すぎてそんな無責任なことできないよっていうふうに、まあ、考えてしまう人もさ責任感がねちゃんとある人であるほど思ったりするわけですよね。だからあなたに対して、まあ、がっつり決めて向き合ってこないっていうのにはある意味そういうね、まあ、自分のこう責任から逃れないようにするというか、自分でねちゃんとこうあなたに対して責任ある態度で言おうと思うからこそ、まあ、来ないと。ただその人がやっぱりねよしじゃあ俺と一緒になろうぜとか、僕は君のことを一生愛し続けるように決めたよというふうに言ってくるときっていうのは今のだからつまり逆ですよね。まあいろんな問題が解決して将来に対しての見通しがしっかりと見えて、あだったら俺大丈夫かな、あ彼女でいても彼女傷つけることもないし、まあ、俺がそれで苦しむこともないし別に誰かに迷惑かけることもないからまあまあ大丈夫かということで、まあ、気持ちが入っていくってことありますよね。まあ、ここはだから男性女性個人差ありますよもちろんね、個人差はあるんだが、まあ、大きく違うところとしては女性はどちらかというとね気持ちが先に入っていやいやその先のことなんか後になって考えたらええやんっていう話をされる方が少なくないんだけど、
男性はどちらかというと、まあ、状況とかをね先にこう考えてしまって、まあ、それで若干保守的になってしまって、なかなかねその決断ができなかったりすることがあるので、だからあなたから見た時に彼がねそのあたり何か問題抱えてらっしゃるのかなとか、何か先の見通しがつかないから決断しきれないのかなと思うことがあるんだったら、まあ、そこはちょっとこう力になってあげるというかね、まあ一緒に協力してあげて問題解決してあげたいとか、いやこういう形だったら全然問題ないんじゃない、こういうふうにまあ一緒にいられれば別にそんなに大した問題じゃないけどねみたいなことを、まあ、逆に、ね、提案をしてあげるようにしてあげていただくと、あそうかじゃあ大丈夫だね、えじゃあ俺ずっと愛し続けていいという話になっていくこともまあよくある話だったりもするのでね、だから男性が、そういう気持ちをまあ気持ちの切り替えねスイッチが入るときというのはそういう 見通しがついたときであるということもあるというお話でした。さあそして最後7番目こちらです。はい、あなたしかいないことが分かったときですよね、いろいろ見渡したけど、まあ、俺みたいな男を好きと言ってくれるのは彼女しかいないね、俺を受け入れてくれそうな人はあやっぱり彼女だけだ、あっちこっちにねちょっかい出そうとしてみたけど誰も相手にしてくんないやとかね、いろいろ待ってみたけど誰も声かけてくんないしとかね、いやそもそも身の回りにね、女性らしき人がいないみたいなね、まあこういうことになってくるとやっぱり彼女だというふうに、まあ、それはなると、まあ、それがいいか悪いかっていうとねまたこれも議論の余地があるのかもしれないが、ただねまあ、ある程度お年を召された人同士だったらさ、もう本当に性格の問題であるとかいろんな条件状況とか、まあ、いろんなこと考えていって、ある意味こう消去法的に一番自分にとって現実感の伴うお相手って限られちゃうと思うんですよね、その限られたお相手の中にやっぱりあなたが入っているってことを彼がちゃんと自覚した時に、あそうか俺は彼女を愛し続けたいんだ、愛し続けるべきなんだと思って、あなたの方に行くというお話、まあ、だからこそねあなたが心配するほど彼はあなたのことを冷めてないという話はねよく差し上げてるんですよね、まあ、男の人特にねいい年したおっさんだったりすると相手なんかそうそう見つかんないんでね、こういうお話ご紹介差し上げてます。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるんでね、まあ、この辺りの花でも言ってるんですけど、ね、そんなにこう相手を見つかるわけではないから、もう結局あなたしかいないしあなたになっちゃうんですよね、まあ、それがだからさっきも言ったようにいいか悪いかっていう議論はあるのかもしれないが、でも、ね、結局愛そうと思っても決断すればさもうあなたしかしないし、あなたの幸せを考えることは結果的に自分自身の幸せになるわけだし、それ女性から見てもねやっぱり彼の幸せを考えることは結果的に自分の幸せになったりもするわけで、その理由であるとかプロセスは関係なく最後の最後、最後の最後はねスイッチをね、愛し続けるという方に入れてしまえばもう愛し続けてもらえるし、あなたもねそういうスイッチ入った時にはその人を愛し続けると思うんですよね、まあ、だから、彼がね、まあ、そういう自覚がした時だから、まあ、あなたの方からもね、いやあんたのことを愛してるのは多分私しかおらんよ、いやあんたを愛する、ね、女は多分世の中にいないと思うけどねと、まあ言い方間違えると喧嘩になるんでね、言い方は気をつけていただきたいんですが、まあ、そのあたり気づかせてあげるというのもね、まあ手としてはありかなと、そんなお話でした、ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。まあ、もちろん大前提としてはねあなたと彼との関係が良好であって、あなたがねやっぱり彼を愛し、そして彼もあなたを愛しているというような、まあ、関係ですよ。まあ、その上でまだねやっぱりこうかなり彼の気持ちがちょっとふわふわしてたりとか、なんかこっちにねがっつり向いてないんじゃないかなっていう時には、まあ、この辺りのことをねちょっとこう意識してもらって、まあ、彼にこういうきっかけをちょっと与えてあげることによって彼の気持ちをねこちら側に、完全にねスイッチをね、まあ、そのオンの方というかあなたを愛しきるという方向にがっつり入れて戻らないようにすることが、まあ、できるし、それはあなたがそうしなかったとしても、まあ、状況環境がね、こういう状況が来れば、まあ、そういうふうに、まあ、あれが思うことがあると。ただまあとはいえね、じゃあ実際それで一生涯愛し続けられるかどうかっていうのはそれは、ねまあ、状況環境とか人の気持ちってどっかで変わってしまうこともあるから、あなたの方が冷めることもあるし、彼の方が冷めることもあるかもしれない。それはご縁次第ということにはなるんだが、少なからずこの瞬間彼はねあなたのことを愛し続けようと、まあ、思うわけで、まあ、そういう瞬間が来るならばそれはそれとして、まあ、信じてあげていいのではないでしょうかというお話でした。現場からは以上です。